皆さんこんにちは。個別指導塾決裁塾長の小林です。田村です。はい、今回のテーマはですね、一般入試合格者割合徹底調査ということで、早稲田や、上智、理科大や、そしてマーチなどですね、いわゆる皆さんが感じる有名難関大学の一般受験者の割合について一気に見てみました。はい、どちらかというとね、この差が出やすいのは私立大学ですので、今回は私立大学の、有名難関大学、そして関東の大学に絞って調査をさせていただいております。もしね、皆さんもし好評であればね、さらに関西とか、手を広げて調べてみたいと思います。で、今回まず使ったデータに関しては、公式のホームページと、2022年度用情報公開ブック大学の真の実力というものを使わせていただきましたということですね。あとは一般入試はセンター利用を含む、はい、そうですね、はい、教室手数料を含むという形になっております。はい、で、残念ながら総計度言いたかったんですけど、慶応はデータがそうですね、非公開でしたね。ということで、残念ながら慶応さんは見られないということですね。はい、あとはデータはちょっと年度のばらつきがあったり、あとね、一応横並びで各大学比べたいんですけど、例えば内部進学者のデータがあったりなかったりとかあるんで、実はこのパーセンテージだけでは実は横で比べられないんですよね。そうですね。早稲田がどうだ、慶応と比べてどうだとかあんま言えないので、一応このデータだとこうなってるから、高いと見るか低いと見るか皆さん次第ということで、紹介をしていきたいと思います。はい、で、なんでこのデータをね、紹介するのかというと、どこがいい悪いというよりは、実はだから結構ここの大学の一般入試っていうのは限られたね、狭き門なんだとか、意外とチャンスあるかもよとか、そういうちょっとデータとして頭の片隅の片隅ぐらいに入れておいてもらえればなというふうに思います。その上で最初にちょっとお断りなんですけど、一応今回その、合計で、パーセンテージ出してるんですけど、これは加重平均、学生数の重み付けはしないで、一旦その学部の単純な平均を出しているので、本当の大学の一般割合のパーセンテージじゃないことをご了承ください。じゃあ早速早稲田からいきましょう。はい、こちらですね、ちょっとデータがなくて、付属や系列校からの内部進学は除いているので、一般割合はちょっと本当はもっと低い可能性があるんですが、はい、ちょっと今回ですね、2017年の一般入試の割合と2021年のそれとと比較していきます。はい、こちら表をご覧ください。で、こちらご覧いただきますと、早稲田に関しては基本的に2017年も2020年も2年もこの一般割合が高いというところが分かります。で、その中でもやっぱ社学が一番高くて、8割を超えていますね。うん、一方で一番低かったのは国際教養で、こちらは 43% から 47% でした。そうですね、いろいろ留学とか帰国生入試とかいろんな入試形式が多分あるので、はい、そういったところで下がってしまっているのかもしれないですね。そうですね。ただ私立大学一般でいうと、6割ぐらいが一般入試受けてないって言われるので、それと同じぐらいっちゃ同じぐらいと思うんですね。そのパーセンテージでは 69% って出てますけど、ただ内部進学の方がかなりいらっしゃいますからね、早稲田は、ね。はい、はい、それを考えると多分その世の中の全国的な平均と同じぐらいなのかなという印象ですね。はい、では続きまして上智大学見ていきたいと思います。今回見ていくのは2018年と2022年の一般入試の割合ですね。こちらご覧ください。で、こちらご覧いただきますと、まずですね、ちょっと注意点として、国際教育学部、こちらに関しては一般入試で受験不可能のため今回除外させていただいています。で、これ見ていただいたらすぐ分かると思うんですが、かなり一般入試の割合が低いというところが分かると思います。本当に3から4割ですね。なので逆に言うと過半数の人が一般入試以外の受験方式で上智大学に入学している、そういうデータになります。そうですね、ちょっとこれは、意外と低いなっていう感覚 で、 そうですね、知ってる人も多かったと思うけど、上智は結構一般以外で受けてる人がいるので、それで結構ね、狭き門と感じてしまっている人も多いんじゃないかとは思います。いい大学なんですけどね。はい、では続きまして理科大について見ていきます。で、理科大に関してはちょっと過去のデータがなかったので、2021年の一般入学者の割合を出していきます。こちらご覧ください。はい、こちら見ていただきますと、全体では一般入試が過半数だということが分かりますね。その中でも特に理系学部に関しては一般率がすごい高いのかなと。特に理学部に関しては 70% ですね。一方で一番低かったのは文系学部、唯一のところで、経営学部が 46% でした。はい、理科大は結構一般率が高いというふうに、ね、言われている大学だと思いますけれども、確かに一般率高いなという印象ですね。はい、では続いて明治大学ですね。こちらも理科大と同じようにデータとしては2021年の一般入学者の割合なんですが、こちら、見ていただきますと、こちらも明治大学も一般入試が過半数を占めていて、なんなら理科大よりもちょっと高いぐらいの割合でした。そうですね。そうですね。その中でも特に高かったのが、情報コミュニケーション学部と文学部で、情報コミュニケーション学部に関しては 86% というデータになっていました。なるほど。はい、実際明治の方は持ち上がりの方の数も入ってる。そうですね、こちらは入ってます。あ、じゃあ早稲田とパッと見同じ60後半だけど、早稲田よりも一般が多いかもしかしたら知らないですね。そういうことですね。一方で一番低かったのは政治経済学部で、でもこちらも 56% でした。で、過半数以上が一般入試のだということを示しています。うん、続きまして青学ですね。こちらに関しては2016年と2022年の一般入試の入学者の割合です。こちら見ていただきますと、これに関しては全体的に一般入学者の割合っていうのは減ったかなと印象がありますね。
例えばそこの中でも特に顕著なのが地球社会共生学部、社会情報学部、法学部なんかです。この辺の学部に関しては一般入試が過半数ではなくなった、もともと過半数だったんだけどもうなくなってしまったというところが見えると思います。でこれなんですが、まあ、やっぱりここから言えることは次第にてやっぱ一般入試枠以外の受験方式っていうのが、まあ、昨今では人気になっていると思うので、そういったところを象徴しているような、まあ、大学と言ってもいいんじゃないかなと思ってますね。そうですね、振れ幅も結構大きいですからね。そうですね。では続きまして立教大学見ていきます。今回見ていくのは2014年と2018年の一般入学者の割合ですね、はい、はい。こちら見ていただきますと立教大学もまた青学と同じように全体として減少傾向にあるということが分かると思います、うん、ですね。全体としては 67% から 58% まで減ってますね。その中でも特に減少が大きかったのは異文化コミュニケーション学部、これは 49% から 28% に減ってます。で理由としては一般枠以外の入試枠の拡大っていうのが挙げられました。まあ、その他にもやっぱり経営学部、まあ、これ看板学部なんですが、まあ、そういったところだったり社会経済文学部などそういった主要な学部なんかも、まあ、一般入試の入学者が減少していました。なるほどね、はい、結構これ残念なデータではありますけどね。そうですね、なかなか一般入試で受けるというか入っている人が少ないということですね、うん、この4年間の間でかなり激減していた学部があった大学でもありました、うん、はい、はい、では続いて中央と法政について見ていきます。この2つはちょっと過去のデータがなかったので、まあ、2021年の一般入学者の割合を見ていきます。でこちらですね、それぞれ見ていきますと、まあ、一般入試の割合としては中央はだいたい4から6割、まあ、法政に関しては4から7割でした。でその中でも、まあ、理系学部の一般率が高いというところがありました、ね、はい、例えば中央に関しては理工学部が 64%、 法政に関しては生命科学部が 73% などですね。一方で一番一般率が低かったのは法政のグローバル教育学部、これは 26%、うん、全然一般入試から取らないんですよ。そうですね、そうめちゃくちゃ低いですね。なのでここから言えることは、まあ、ちょっと上智とか立教とか青学にもいることだと思うんですが、うん、まあ、全体的に国際系に力を入れている大学の一般入試率がまあ低いのかなという印象がありますね、うん、なるほど。では続いて清々明学についても最後簡単に見ていきます。こちらですね、同じように2021年の一般入学者の割合です。こちら見ていただきますと、まあ、正常に関しては、まあ、一般入学者の割合がまあ経済以外5から6割、経済がちょっと低くて 38% でした、うん、で続いて政経に関してはこちらはだから一番実は高くてですね、うん、安定してるね。そうですね、5から6割でした、うん、政経に関しては経済学部が 66% だったので、まあ、成城大学と比べると全然一般の割合がすごい高い印象があります。最後に明治学院大学なんですが、こちらは打って変わってちょっと低くて、まあ、どちらかというと上智寄りというか、まあ、一般入試率が3から4割になってました。そうだね。でここからまあ理由として考えられるのはやっぱ文系学部に明治学院大学が強いっていうのと、うん、まあ、正常や政経よりもまあ国際系に強いというところが関係しているのかなと、うん、まあ、なのでまとめますと、まあ、2つありまして、1つ目が数年間というこんな短いスパンでも一般入試による入学者数の割合が減っている次第があるというところが分かりました。次第の一般受験はどんどん難関になっているということですね。そういうことですね、うん、で続いて2つ目が、まあ、文系の国際系に強い大学学部というのが特に一般率が低くなっている、うん、そういったところが見られました。そうですね、いわゆる一般入試以外の観点で、はい、まあ、学生を募集しようという、まあ、機運が高まっているのかもしれませんね、はい、はい、というわけでざっと見ていただきましたがいかがだったでしょうか。まあ、参考になった部分結構大きかったんじゃないかなと思いますね。やっぱり個人的にはやっぱりちょっとまあ内部推薦が入ってないんで微妙ですけど、まあ、早稲田とか、はい、あとやっぱり理科大、うん、やっぱ明治素晴らしいね。明治そうですね、僕明治大好きですね、やっぱりね、これだけ一般の子取ってもらえるのは、まあ、受験屋さんとしては嬉しい。ただ、まあ、指定校とか狙ってる子からすればね、うん、逆でパーセンテージが低いところを狙っていくってことになると思うんですけど、まあ、そういう考え方もあるかなと。あとは政経いい ね、 そうですね、今回知りましたけど政経とてもいい大学だなと感じましたね、はい、なので、まあ、これだけでね別に志望校決めてくれというわけではなくて、実際ねその募集人数、これ倍率、そして入学者の割合、こういったものをちゃんと調べた上で志望校とか併願校を決めてほしいということで、ぜひ皆さんね受験校選びしっかりと考えて進めていただければと思います。というわけで本日の話は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日のチェコーナーです。はい、一般入試を捨てて推薦入試での合格を全力で取りに行ってもいいですかっていう質問ですね。全然いいんじゃないですかね、うん、はい、いつも言ってますけど、別に指定校推薦とかその公募推薦、まあ、ちょっと古い方で申し訳ないですね、だから学校型、選抜入試とか、はい、総合型入試とか全然いいと思います、はい、ただ、ちゃんと自分の、ね、学校でどこに行けるのかとか、そういうところをちゃんと、ね、分析はしてくださいね。そうですね、うん、だ闇雲にただ内申点だけ取っていけばいいというわけじゃないですからね。ただ別に僕はルールとしてちょっと指定校多くねとは思ってますよ、うん、思ってますけど、別に使う人1ミリも否定してないし、それで使って浮かれるんだ
ったら、まあ、立派なことだと思いますから、全然ね、入試形式にこだわらず頑張ってほしい。ただ、よくあるのはね、その、ちょっとこう、たぬきの川残業みたいな、はい、例えば自分はこういうことを頑張ってるから、多分 AO でいけるんじゃねとか、ちょっと現実を見て、ちゃんと分析をしないと、なんとなく内心いいし、先生にも気に入られてるから、多分先生いけんじゃねみたいな、ちゃんとあの先生とかからデータをもらったりとか、情報をもらって、あ、自分はちゃんといけるなっていう確信を持ってやらないと、その虎のたぬきの川残業でやるのは良くないですからね、そこは気をつけていただければと思います。はい、それでは今日の話は以上です。